こんにちは。今日はお休みということでスタバの新商品とお母さんと普通にご飯を食べる動画にしたいと思います。それではいただきます。まず最初にクリスマスストロベリーケーキフラペチーノを飲みます。美味しい。いちごのねソースが甘酸っぱくて美味しい。ほんとショートケーキの味です。最初混ぜないで飲みます。いちごのね果肉と種がプチプチします。では私もいただきます。クッキーの食感がちゃんとある。美味しい。サラダ美味しい。ショートケーキをそのまま飲み物にした感じです。美味しい。ちょっと飲んでみて。そんなね甘くないかも。思ってたより。ショートケーキの味だからさ、もっと甘いと思ってたけど。あー美味しい、ね、美味しいよね。そんな甘っとろしいってほど甘くはないよね、うん、こっちはクリスマスストロベリーケーキミルクを飲みます。高いから余計甘いわ。うん。あ、でも見て、中にも入ってるよ。震えちゃうんだよ。果肉は入ってるけど、こっちのが甘いですね。本当にイチゴミルクって感じです、うん、こっち飲んでからね、フラペチーノ飲むとね、全然甘く感じる。次、石窯フィローネホリデーチキン食べます。中にね、ブロッコリーとかチキンが入ってます。スタバのこれ美味しいね。チキンめちゃくちゃ柔らかい。マッシュされたポテトも入ってんのかな。これ食べて、これすごい飲める。うわねえ、わかるでしょ。飲めるやつだ。うん、美味しいね。美味しい。確かにちょっと甘めだね。あと昔ながらのナポリタンって感じだね。そうそうそう、そういう感じ。美味しいよね。美味しい。やっぱりね、中にマッシュポテトが入ってますね。美味しい。こういう味さ、なんて言うんだろう。照り焼きじゃないんですけど、ちょっと甘くてさ、なんかクリスマスの味。なんて言えばいいの、このソース。ちょっと甘くてさ、うん、照り焼きチキンの味しかしない。石窯フィローネは何味かちょっとわからないけど、でもチキン柔らかくてマッシュポテト入ったりとかですごい美味しいです。美味しい味だよね。うん。次はデニッシュラズベリー&チョコレートを食べます。デニッシュさっくり。ラズベリーのチョコが甘酸っぱくて美味しいです。これね、コンビニの焼き鳥みたいな味だよね、うん、スタバのデニッシュ中しっとりしてる。超美味しい。あー美味しい。美味しいよね、うん、デニッシュも美味しいけど、この上のラズベリーチョコがさ、うん、美味しくない。もっと重い感じかなと思ったら、うん、軽い。デニッシュももっと甘いんだと思ったけどさ、うん、本当に甘さでね、うん、次はアメリカンスコーンメープルナッツを食べます。めっちゃ美味しいよ。ほんと、うん、くるみだ。上にくるみが。いいねいいね。くるみは食べた方がいいっていうか、いただこうかしら。この上のアイシングみたいなとこは甘いけど、くるみが苦いからさ、うん、ちょうどよくない。水分奪われる。スコーンはね、この水分奪われていく感じがたまらないの、うん。ちょっとお水飲むか。なんで。それがまた美味しいんだけどね、うん、スコーンってね。これ少し温めてもらったんですけど、うん、中しっとりしてるよね、うん、口の中を奪われるけど中しっとりで、うん、これこのままでも十分美味しいけど、チョコレートソースとかプラスしても美味しそう。アポロの味。何の味。アポロだよ。アポロのチョコあるじゃん。あー美味しいね、それね。美味しい。うん、その山椒の何とも言えない。一気に花椒の香り。オイルがそうだったのかな。うん。程よいしびれと辛さはあるけど、もう香りがすごいね。うん、いい香り。ね。今年って本当にさ、しびれブームだよね。美味しい。次、ブッシュトノエル食べます。あら、美味しい。美味しい。ご飯入れて。私、それお家で生クリームじゃん。その上に乗ってる、それは何をイメージしたかったの。キノコ。甘さ控えめ。中にね、ラズベリーかベリー系が入ってんのかね。甘酸っぱさもある。うん。チョコの周りのチョコ、とっても濃厚で。うん、ね、これ美味しい。美味しいよね。うん、ビターだよね、周りのチョコレート。だからって甘くなくてね。ね、そうそう、うん、美味しい。デニッシュとケーキはおすすめだよね、うん、スタバ最後、アメリカンスコーオレンジクランベリーヒーリングを食べます。なんかね、これはね、表面に砂糖のコーティングがしてあります。でね、中にオレンジが入ってる。
メリークリスマスって感じの味。ちょっと一口食べて。ごちそうさまでした。クリスマスの味じゃない。そうだね、好きな人にはね、きっとこういうの美味しいんだよね。クリスマスのケーキあるよね、うん、こうすごいいろいろ詰まってる。そうそうそう、海外のさ、まあサンタが街にやってくるみたいな。そうだね、サンタが街にやってくるみたいな味です。そうじゃない。こんなひどい食リポしたことない。でもなんかね、やっぱ自分が好みなものはすごい喋りたくって説明できるんだけど、ちょっとね、難しい。あるよね、こういう。うん、わかる。わかるでしょ、うん、食べないんだけど、きっとこういう味だよね。ドライフルーツたくさんさ、混じっててさ、そういうケーキあるじゃん。ケーキっていうか、パンみたいな。あの、人を。何こうにさ、こういうのが入って、いっぱいね、こういうふうに。あるでしょうよ、カステラみたいな感じの中にこういうこういう入ってるの。あれだね、弱くて。でもあれはさ、多分洋酒とかがさ、うん、入ってるけど、これは洋酒の味しないです、うん、だから美味しいよね。うん、食べやすいね。美味しいよ、美味しいよね、うん、美味しい美味しい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。スターバックスの新商品いろいろ食べれてよかったです。デニッシュとチョコレートケーキは本当におすすめです。あとはもう好みだよね。好きな人もいるだろうけど、苦手な人もいるかなって感じでした。皆さんもぜひスターバックス新商品始まったばっかりなので、飲んでみて食べてみてはいかがでしょうか。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。またね、 Twitter、Instagram もやってます。よければ関連動画もぜひぜひ見てね。モンテールふわもちたい焼き、生地がほんとふんわりもっちり、きなこクリームも濃いし、黒蜜のソースも美味しいです。うーん、今日一番かも。これめちゃくちゃ美味しいね。美味しい、ナンバーワン。生地もクリームもソースも全部美味しい。